どうも、吉川修司です。今日はですね、目標について、目標設定ということについてね、語りたいかなと思います。まずですね、目標と目的というものの言葉の定義から、考えていきたいかなと思います。ネットとかに調べると出てくるんですけども、この2つは明らかに違うものです。目的というのは何のためにやるかっていうゴールっていうところなんで、かなり抽象的なものとして捉えられています。反対に目標というのは、その目的に至るまでのこうステップというところで、結構具体的な数値で表されるものが目標というふうに定義をされていますので、その定義で進めていこうかなと思います。で、目標設定というふうによく言われるので、やっぱりこう、年収いくらだとか、いついつまでにいくらを達成するとか、そういう数値目標というのが、具体的に上がるのかなと思うんですけども、この目標設定というものをそもそもする意味っていうところですよね。これもメリット、デメリットがあると思います。目標設定をすることによって、明確になる、ただそのためにはまず目的というものをまず持たなければいかないのか。何のためにそれをするのかっていうところのゴール地点なんですけども、そこはかなり抽象的であっていいと思います。この目的が目標というその具体的なものになってしまうのが一つ問題として捉えられるかもしれません。どうしても目標設定イコール目的設定のように捉えがちかもしれません。で、ちょっと一つ戻ってまた目標設定ですね。目標設定、具体的なものを設定する。一つのメリットは、そこに進む方向が分かりやすいと。よく言う、こう、山登りでいう頂上が分かると、そこに行くルートが分かりやすい。あるいは最短ルートが分かりやすいので、その目標を達成するには、やっぱり設定することが大事っていうのが、分かりやすい説明としてあると思います。これが一つのメリットだと思います。逆にデメリットとしては、目標設定を、もう目標に寄せてしまう傾向にあるっていうところですね。例えば、年収いくら稼ごうっていうところに、もうフォーカスが当たりすぎて、周りのことがほとんど見えなくなって、そればっかりに執着してしまう。で、その、さっき言った目的と目標を、ごっちゃ混ぜにしてしまって、目標が目的になってしまうと、もう達成しました以上っていうふうになって、いわゆる燃え尽き症候群っていうようなところに陥りやすいかなと思います。つまり、目標を設定することによって、もう決められた枠の中でしか行動しないですし、もう目指すものはこれっていうふうに決めちゃうので、そこにしか向かわなくなって、他のものが見えなくなるっていうデメリットがあるかなと。この2点、メリットとデメリット、この2つを踏まえた上で目標設定するっていうのが大事なのかなと思います。私も昔は、ビジネスのこととかかじった経験がありますので、目標設定が大事、目標設定が大事。そして、その目標というのはやっぱり具体的である方が大事だというふうに言われてきました。で、ところがですね、やっぱりそうなってしまうと、それだけを達成しようというふうな意識になってしまうんですね。そうなると、人間の無限の可能性っていうのを狭める恐れがあるっていうところもはらんでいます。なので、最近は目標というのはほぼ設定することなく行動することがほとんどになっているかなと思います。あくまで一個一個目の前のやるべきこと、見えてきた課題などを一つ一つクリアすることによって何か達成するものが見えてくる。で、その上には少し目的というのは、抽象的なものと最初説明しましたけども、何のためにやるのか、何のためにやりたいのかっていうのは漠然と持っていた方がいいのかな。で、そこも具体的にする必要は逆になくて、漠然と持っていることが大事で、それは例えば年齢によって、あるいは環境、立場によって、その目的というのはいろいろ変更して構わないかな。そういうフレキシブルな融通性を持ったものにしないと、逆にその目的を具体化してしまうと、もうやっぱりそれに向かって人間行ってしまうので、いろんな可能性を潰す可能性があると思うんですね。なので、目標設定において、あるいは目的というものは抽象的であるべきですし、むしろ私は持つ必要すらないんではないかと最近は考えています。なので、今思っているのは目の前のやるべきことをやる。本当に一日一日を大切にするっていう、昨日のテーマかもしれませんが、昨日、一昨日ですかね、その
安倍さんのニュースの時に述べたことと通ずることもありますけども、毎日毎日一つ一つ何かクリアすることによって何か見えてくるもの。で、見えてきた。で、またさらに、一日一日を積み重ねて、積み重ねて、積み重ねて。まあ、おそらくビジネスとかっていう面で言うと、そういう話は通用しないのかもしれませんが、私はそのやり方が一番、まあ、生きていく上で、毎日を楽しく生きていく上でいいんじゃないかっていうのと、自分の可能性っていうのを潰さずに、本当に無限の可能性をもう、大風呂敷を広げた状態でいけるんではないかなと思っているので、まあ、目標設定のメリットも考えながら、私はあえて目標設定をせずに今過ごしているのが現状です。まず目的と目標というのを、まあ、明確に定義する。ここでは目的は抽象的なものでゴール。何のためにしたいのかなと、何のためが目的になります。で、目標というのはそのための、まあ、手段であるとか、その段階における具体的なものになってきますんで、この特に具体的なものに関しては、私はあまり設定する、ちょっとメリットが、デメリットが、メリットはですね、設定するメリットがデメリットよりもちょっと超えてしまうので、まあ、私は目標設定をせずにやるっていうのが今合ってるのかなと思います。当然これがどういう形になるかわかりませんし、まあ日々変わっていくものだと思いますんで、それがどうなるかというふうに私は思ってます。次は目標設定ということについて、まあ目的目標の定義からいろいろ語ってみました。以上です。